この表記なんですけども、先ほど阪神タイガース対ソフトバンクの試合は13時と表記されていました。で、撮影が始まったら、さっきまで、楽天と広島の試合に関して、13時からの試合開始で、表記、この0対0でこう試合が始まったことが、表記されているような表記。これね、だこの試合時間のところも変なのは変なのと、あとはまあ、どこの球場で試合してるかにもよると思うんですけども、もうだいぶ夏場近づいてきてるんで、まあ、ナイターの方が涼しいのは涼しいでしょうね。まあ、その辺頑張って昼間でもいいっていう球団のところは昼間でもいいんでしょうけども、まあ、お客さんの方はなかなかこれから先は厳しい状況になりますよ。大抵のところは。で、ドームのところは、もうナイターじゃないと論外ですね。エアコン使うから。先ほどのね、撮影が始まったら、撮影始めるまで、ずっと、迷惑防止条例違反、挑発行為を行っていて、で、子供、で、撮影始めたら急にごめんとか言い始めるんですけども、敬語なしで喋ってる時点で笑いながらごめんって言ってるだけで、もうそれも挑発行為。で、民法で、あらかじめ、利益の事項はあらかじめ放棄することができないということで、民法でそうなってます。何か恥ながら事項とか何かわけのわからないことをね、どういうつもりなのか、言ってた子供たち複数の人間、最初からこの辺り近づかなかったり、簡単な話、それで蟻の北中学校とか話通ってる、だずっと迷惑かけて北側の人間たちがこうバレそうになってるから余計裁判妨害をして、さらに、自分たちの状況が、バレないようにしようとしての妨害行為。世間に全部この地域のことも世界中に開示した方がいい。本日2024年6月16日。今日朝からなんですけども、指の傷ですね、切れ込み。ピントは合ってないのかな。ここですね。これが現実で、結構こうやって見たら分かりやすいですね。結構深いでしょう。誰かは今悲しんでくれていて、その悲しみがこちらに来ています。喋ったのは昨日なんですけど、まだ傷のところが痛くなってきてますね。政府の、悪いところとかを、そういうことをしっかりと言うことによって、こうなってる可能性が高い。まあ、喋ったのは昨日なんですけども。しかし、まあ、寝てる間ですからね。すぐピント一瞬だけ、これね、結構傷が深いですね。それと、他の試合が、終わってますので、プロ野球に関して、日本ハムファイターズ側で今試合を行っています。で、12球団は池助のお金の支払いがない以上、まあ、こちらの方の、エネルギーの残存量問題でですね、日本ハムファイターズが、3対2でリードしていました。で、エアコンを使用している以上、
まあ、球場が、東京ドームか日本ハムの、まあ、エスコンフィールドですね。ですので、9回で終わっておかなきゃならない、エアコンを使用されるから。ということですね。まあ、わからないですよ。現場行ってみなかったら、ちょっと場所が北海道なので、まあ、6月16日、エアコンを使用しているか使用していないのか。それとどちらにしても、延長戦はしちゃダメなんですよ。照明とかでもエネルギー消耗しますし、ライトは、使用するだけ早く交換しなければならなくなりますので、まあ、これらの情報に関して、ホームページ、淡いケースに記載しています。で、その内容をしっかりと受け入れて、優勝回数と、最下位の数などを合わせる。そしたら今日の試合、どちらが勝つべきか、これはしっかりと分かるはずです。だから、誰の頭の中が、どちらの選手へ行くのかとか、そういったところを、明確に、誰でも分かるはずです。最下位、1回しかなったことない巨人が最下位行かなきゃなりません。これは、身勝手に決めてるんじゃなくて、巨人が身勝手に今まで決めてたんです。だから、その分、巨人が、世界のルールは法律ですから、平等性、平等に優勝回数と、最下位の数を、しっかりと、揃えなければならない。で、後からこれが証拠になります。今更もうジタバタあがいてもどうしようもないです。で、それを適用しなかった審判団とかにも問題がありますね。民法720条、正当防衛、丸102。第三者のためにも使用できます。架空の人口、今日ホームページ、淡井圭介の履歴の一番にアップロードしている、内容のもの、それを見てもらったら分かります。架空の人口は度が過ぎますね。特に東京都なんかだいぶ前から出生率めちゃくちゃ悪いですよ。で、その数字もどういうふうな計算式で出してるのかしっかり発表した方がいい。地方と、東京への出稼ぎに来てる人間、両方合わせての出生率の可能性あります。日本ファイターズ側では淡井圭介が勝ちに行ってます。以上です。言ってるとは進行してるということです。広辞苑。残念ながら、同点で試合終わってしまいました。頭の中は供給してるんですけどね。で、まあ、どちらとも、まあ、最初も日本ハムファイターズ、ランナーが出たりはしたんですけども、延長戦で。だけども、まあ、得点につながらなかったということは、頭の先が、今も、頭の先がどっか行ってるんですけども、その行き先ですね。もうこうなってくるとかなり謎ですね。今日一応、まあ、長谷川穂積らしき人物と岡場駅の交差点で、今日の朝11時ぐらいに、すれ違ってるんですけども、まあ、指の傷なのか何なのか、まあ、この辺のところはちょっとね、よくわからないですね。